はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。今回はですね、こちらですね、今注目のアプリですね、アビスホライズンですね。可愛い女の子プラス、戦艦ですかね。これなんて読むのか分からないんですけど、もうなんか戦艦と娘が混じったような名前のキャラクターが織りなす、艦隊アクション RPG ですかね、になっております。でこちらで今回ですね、建造ですね、この建造でですね、今この特殊建造っていうのがあるんですよ。で特殊建造の中でも今期間限定で配出されているヤマトというですね、宇宙戦艦ヤマトでもおなじみなんですけれども、ヤマト非常に強力なキャラクターになってるみたいなんで、このキャラクターヤマトを狙ってですね、特殊建造を2回やりたいと思います。でまあ2回しかできない理由はですね、この赤い書物みたいなものがあるんですけれども、これが2個しかないんで2回しかできません。非常にレアなガチャみたいなものになってますね。早速いきたいと思います。まあこのシルエットの左側に出てますね、これはヤマトです。非常に可愛らしい銀髪の女の子ですね。早速いきましょう。でこっから加速します。さあ来い、うわいえ、あらー違うね、特殊、いやー敵なんてあっという間、あースキップしちゃおうかな。もう星2の絆ですね、艦隊の絆。いやーこんな感じですよ皆さん、リセマラが必要ですこのゲームはきっと。はい、もう一回いきます。ラスト2回目、特殊建造です。特殊建造でなければヤマトは手に入りません。さあ行きましょう。あれ押せなかった、もう一回いきますよ。で加速するですね。あーこれは怪しいな、怪しいわ。あらK.O. ということで、もういいよ、わかった。という、意外とレアリティ高いな。ダイヤモンドですって。すごいね。石の中で一番硬いダイヤモンドっていう名前がついてますけど、45型駆逐艦ダイヤモンド。もう神まくりですよ、もう。ということで、まあ、ヤマトは出ませんでしたが、まあ、こんな感じでですね、リセマラが必要なゲームということはお分かりになったのではないでしょうか。まあ皆さんもですね、このゲーム含め、まあ、美少女キャラクターが出るゲームは非常に楽しいと思います。一度や二度で諦めず、10回20回とリセマラを繰り返して欲しいキャラを狙ってみてはいかがでしょうか。以上、井上ゲーム&チャレンジ、本日はアビスホライズンをお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。